いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2015年モデルトヨタアルファードエグゼクティブラウンジをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントバンパーに飛び石と下すりがありボンネットとフロントガラスに 同じく飛び石がございます右フロントのドアに線傷と運転席と助手席のドアのエッジに傷があり右リアのドアに線傷がございます合わせて左リアのドアに複数箇所線傷と左右のリアフェンダーに同じく線傷があり トランクパネルとリアバンパーにこちらも同じく線キズがございます。外装色はブラック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。弊社でも高い人気を誇るラグジュアリーモデル、アルファードエグゼクティブラウンジでございます。2列目シートはエグゼクティブシートが採用されることにより、まるで 高級ラウンジのような空間をお楽しみいただけますさらに人気のモデリスタフルエアロが組まれておりますのでよりデザイン性に優れた1台ですヘッドライトには LED ヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけます エンジンスペックに関しましては3.5リッター V6 エンジンが搭載され最高出力は280馬力を発揮しますアルミホイルは純正17インチのアルミホイルが装着されております続きましてリアご紹介させていただきますリアにもモデリスタ製のリアスカートが装着されさらに2本出しの スポーツマフラーが装備されておりますので、リアもデザイン性に優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。アルファードでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、3列目シートを倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。 シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに若干の使用感はございますが、大きな傷、汚れ等はございませんのでご安心いただければと思います。ステアリングはレザートウッドのコンビステアリングが採用されており、クルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。 また、トヨタ、プリクラッシュセーフティーが搭載されておりますので、高い安全性能を発揮します。ナビゲーションは純正、SD ナビゲーションが装備され、車内では地デジの視聴も可能です。また、バックギを入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、 冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトは6速のオートマチックシフトが採用され、こちらの車は 4WD モデルでございますので、力強い走りを実現しております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても、若干の使用感はございますが、大きな傷、汚れ等はございません。 エグゼクティブシートが採用され、シートヒーター、ベンチレーターともに完備されており、さらに、オットマン機能も搭載されておりますので、ゆったりとドライブをお楽しみいただけます。また、12.1インチの大型リアエンターテインメントシステムと、JBL のサウンドシステムが標準で搭載されております。また、オプションでツインムーンルーフが採用されておりますので、 開放感あふれる室内空間を演出しております。合わせて気になる車内の匂いですが、若干方向剤の匂いが残っております。では今回は2015年モデル、トヨタアルファードエグゼクティブラウンジをご紹介させていただきました。車検は平成32年の3月まで残っておりますので、この車後も安心してお乗りいただけます。 圧倒的な人気を誇るアルファードの上級ラグジュアリーモデルエグゼクティブラウンジでございます豪華絢爛なインテリアはもちろんのこと人気オプションのモデリスタ製の古いアロが組まれておりますので迫力のあるデザインを演出しておりますサンルーフをはじめとするオプションも非常に充実した一台ですのでお探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います よろしくお願いいたします。